はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、宮口です。今回の動画なんですけれども、今回はですね、SH フィギュアーツのですね、アクションフィギュアベストセレクションから、仮面ライダービルドのラビットタンクフォームのご紹介でございます。はい、こちらなんですけれども、何回かですね、再販されている、アクションフィギュアですね、なんですけども、私ですね、ビルドの、SH フィギュアーツを持っていないんですよ。なので、色変更とかですね、お期待を込めつつ、朝、ツイッターの方でもですね、投稿させていただいたんですけど、つぶやかせていただいたんですけども、いつもですね、いつもっていうか前回の、真骨頂ですね、電王の、仮面ライダー電王の、ソードフォーム&ガンフォームの、真骨頂のですね、並んで購入したんですけども、今回もですね、同じお店に並んでみたんですが、売り場の方で確認したところですね、うちのお店には入ってきませんということでですね、告知動画の方でも、お伝えしましたけども、困った時の、プラセンさんで購入させていただきました。はい、残り1個だった、残り1個っていうか、そもそも1個しか入荷してこなかったそうなんですけども、それをですね、購入させていただいた形ですね。はい、で一応ですね、ちょっと汚いんですけど、フィギュアライズスタンダードのようですね、ちょっとこれちょっとかぶっちゃっててあれなんですけども、今こんな感じでビルドですね、作ってはいるんですけども、塗装はしてません。ちょっとね、ほこりまみれでちょっと汚らしいんですけど、一応ビルド持ってるんですね。でフィギュアーズの方は持ってませんでしたので、今回買わせていただきました。はい、ではですね、はい、では早速ですね、開けていきたいと思います。一応ですね、外観こちらが、表横加藤とかありますね。で裏面ですね、加藤によるキャラクター表現の追求をテーマに、造形、可動、彩色とあらゆるフィギュアの技術を凝縮した手のひらサイズのスタンダードフィギュアシリーズですというふうになってます。散々ですね、色の具合がおかしいというふうに皆さんツイートされてたみたいなんですけども、それもですね、今回変更になっていないということのようなんですけども、はい、私はですね、どっちにしたいも思ってなかったんで、変更されてようがされてまいが、はい、買うつもりではいたのでね、一応横がちょっと違うんだね、写真がね、はい、出してみましょう。ほんとだ、色が暗い。本当に色暗いんですね。で、一応ビルドドライバーにちゃんと手差しがあるんですね。で、フルボトルは、脱着可能なんだ。脱着可能なのね。はい。で、早速見ていきましょうかね。はい。もうこれ出しましょうかね、もうね。しちゃいましょう。はい、もう本当にもうスタンダードな、もう本当スタンダードです。本体と手首が1,2,3 5個ですねなってます。ちょっと出してみましょうね。やっぱフィギュアライズよりは全然重厚感ありますね、やっぱね。で、あれ、どうなんだろう、個体差かな。レオンさんが言ってた、私の場合比較ができないのでね、あれなんですけど、フルボトル、タンクとラビットの、薄くないぞ、俺の。
舞台差か、もっと他のが濃かったのかな。あんま薄いって印象ないけどな。角度的な問題？個人的には全然大丈夫でなんですけどね。カメラっていうかレンズ越しだからかな。でなんか真骨頂をさっき開けたばかりなんであれなんですけど、肘の関節がちょっとチープに見えちゃうのはあれなのかな、気のせいかな。まあ、真骨頂見た後だからかな。はい、感じですね。一応まあ後ろ足の裏はタンクの、まあ、キャタピラーのとウサギの足の、まあ、足のマークっていうか肉球みたいなのとで、まあ、グリグリですね。ギアーツはん、ああでも可動しかほぼ一緒か。あれ、まあ、フィギュアライズスタンダードの方が肩はなんか動くような気もするな、気のせいかな。はい、なんかさすがに塗装無理なんだろうなきっとな。はい、こんな感じで、これちょっと手があれなんでね、持ち手が違うんであれなんですけど、早速ですね立たせてみましょうかね。基本的にインク飛びちょっと飛んでるか。まあそこまで気にならないぐらいかな。で塗装剥げもちょっとしてるけど、まあしゃーないよねこれな。あとちょっとこう傷ついてる。マジか、傷ついてるぞ。これあれかな、言ったら交換できんのかな、してもらえんのかな。まあいいや、後で問い合わせてみよう。多分全部送んなきゃいけない感じになっちゃうのかな。まあいいや、はい、じゃあちょっとねポーズだけ撮らせてみましょうね。はい、まあ一応ですねこれが定番ポーズですかね。右足ってもう一度伸ばすのかな、右足ピンって伸ばした方がいいのかな、こうやって、可動があんまないな足。スタンド使わないと無理かな。あ、立った。こんな感じかな？もうちょっと後ろか。はい。こんな感じですかね。はい。あとは、あとま、適当にちょっとポージング取らせてみましょうかね。はい、まあ、パンチポーズとかね。こんな感じなんでしょうか。あとジャンプかな、ラビットなんでね、ジャンプポーズ撮らせてみましょうかね。はい、一応ねジャンプのポーズ撮らせてみたんですけど、ちょっとスタンドがすぐ出せないので、こんな感じですかね。はい、ビルドはねぶっちゃけあの1話しか見てないかな。1話2話2話見たかな、ちょこっとしか、ほんと頭しか見てないので、全然わかんない。なんですよね。なんで、まあ、
ちゃんと見なきゃなと思うんですけど、あとあるのがあれかな、これ取ってボトルにこうね、こうやってね差し入れて、あれ回すときって手どうしてたっけかな、やれるかな、ここで手入れてね、こうやって見るとな、やっぱな、ちょっとカメラ越しだとそこまで気にならないけど、多分これ並べちゃうと明らかに色暗いもんな。で、大きさ的にどうなんだ、こんな感じかな、ちょっと若干フィギュアライズの方が大きい、フィギュアーツがちっちゃいで、なんかボテッとしてますよね、やっぱフィギュアライズの方は、胸元っていうか胸のあたりとかね、まあでも結構再現できてると思いますよこれでも、あでもそっか、このフルボトルと比べちゃうと色は確かに薄いな、ぐらいなんだろうな。でも俺全然これでも遜色ないと思うけどな、これはこれで。ただね、ちょっとね、この背中のこの傷に関してはちょっとな、これはちょっとショックだな、なんでこれはちょっと問い合わせを。はい、まあ、こんな感じですかね。でビルド の、 あの、ね、アクセサリーパーツは確かバイクのやつの方についてたと思うので、それは手に入れるの難しいと思いますのでね、またビルド系はどうだろう、気が向いたら集めたいと思います。今集めてるのが01系と、あとエグゼイド、エグゼイドもちょっと今あの01の方にシフトしてるんで、エグゼイドのフィギュアーツはまあ抑えれるものは抑えてますけど、まだ抑えれてないものは抑えれてないので、まあ手元にあるやつはね、時間を見つけてまた同じようにですね開封動画撮らせてもらえればなと思います。はい、というわけでですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価いただければと思います。あとですね、YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のリンクをですね、トップページに貼ってありますので、そちらの登録もぜひお願いいたします。ではまた次回この動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。